はい、コナンです。妖怪ウォッチプリプにやっていきたいと思います。次のイベントのね、情報が入ってきました。内容についてはリーク情報を元にしたコナンの予想になります。まあ予想になりますとは言ったものの、まあ、公式アプリ上でですね、告知があったんで、まあ、次のイベントは気まぐれゲートでもう確定と言っていいんじゃないでしょうか。6月1日土曜日から6月15日の土曜日までということで、土曜日スタート、もうやる気満々ですよ。でですね、気まぐれゲートイベントなんですけども、前回の気まぐれゲートイベントが2月の15日ということで、すっごい久しぶりだよね。実に4ヶ月ぶり、プニプニのイベントでもうこんなにね、期間が空くってことはね、今までにないです。どうしてなんだっていうのもね、もう気まぐれゲートイベント、本当に神イベントで Y ポイントがむっちゃ稼げる、まあ、僕みたいにね、 Y ポイント破産した人にとっては、ああ運営ありがとうっていうようなね、イベントですよ。まあそういう人多いんじゃないでしょうか。ちょっとね、イベント内容の詳細確認していきたいなと思います。新妖怪コマ母ちゃん、おいおい来ちゃったよコマ母ちゃん。 SSS ランクのプリチー族、入手方法は全ての魔のレベル7をクリアすると入手可能ということで、今回の目玉キャラはこのコマ母ちゃんでしょう。なんだこのコマ母ちゃんって、もうプニプニのために出てきたようなね、キャラですよ。特殊能力はもちろん獲得 Y ポイントアップということで、お決まりのあれですよ。とても大きく柔らかい体をした妖怪、コマさんとコマ次郎の母親、長らくコマさんの会話の中でのみの存在であったが、妖怪ウォッチ閻魔大王と5つの物語だにゃんにてついに登場した。テレビアニメでは第154話イナウサ妖怪ミステリーファイル2ミステリーサークル編に登場しました。ちょっとね、懐かしい感じがしますけども、ここに来てコマ母ちゃん登場かよ。温泉コマ次郎、こちらもね、登場してきますよ。あのイベント告知のね、イラストの中にあったんで、これはもう間違いなく登場してくるでしょう。そしてさらにかなりね、イベントの重要キャラであることは間違いないんじゃないかと思います。こちら SS ランクのプリチー族、もちろん何がしかの特殊能力持ってくるでしょう。この温泉コマ次郎なんですけども、もうすでにね、登場しています。登場していますっていうのかな、妖怪ウォッチワールドの方で登場しています。なので、まあそれとね、同じようなキャラ位置づけとしてね、来るんじゃないかと思います。温泉コマさん、こちらもですね、 SS ランクのプリチー族としてイベントの重要キャラとして来るでしょう。その他にも温泉ジバニャンとかね、温泉シリーズ来ちゃうかい。今回ですね、クリスタル妖怪のシリーズが終わったんで、次の新たなね、シリーズがここで発表がある可能性は高い。それが何なのか、まあ温泉シリーズなのか、まあご当地妖怪みたいな感じになるのか、ちょっとね、そのあたりまではまだ分かりませんけども、何がしか新シリーズ来るでしょう。プリプニカチカチがね、今一歩微妙、可愛いんだけどってのがあるんで、まあ極妖怪も終わった今、ここで何か来てくれるんじゃないの。で、気まぐれゲートのね、詳細について確認していきたいなと思います。今回は基本的な遊び方としては、前回までの気まぐれゲートのね、システム踏襲してくるんじゃないかと思います。まあ若干ね、ちっちゃい変更が加わる可能性はあります。気まぐれゲートなんですけども、3つの間があります。異次元の間、最終ステージのボスに異次元父ちゃんがいる、これね、今回キャラ変わってきます。そしてご褒美の間、獲得できる Y ポイントが高かったり、他の間よりご褒美が豪華だよということで、ここですよ、目指すはここですよ。そしてクリスタルの間、ここもねちょっと変わってきますけども、最終ステージに、まあ、ボスがね出てくる。今回の場合はコマ母ちゃんが出てくるのか。そして間ではね、制限時間があります。まあおはじき形式だよね。そして制限時間内に全ての妖怪を倒してこの間をクリアすると、まあそのレベルはねクリアと。でここで非常に重要になってくるのが精霊バンバレア。こちら全妖怪プニを消し、技ゲージを多く貯める。そしてスキルがね、死んでも生き返る。それしかもね、技ゲージが溜まった状態で生き返るんで、もうこれ不死身ですよ。で、気まぐれゲートイベントでは、課金要素として漢方っていうね、まあ HP 全回復するアイテムなんですけども、これが課金要素なんですけども、これを精霊バンバラヤーがいれば、これ課金せずにね、クリアできてしまう。ということで、
結構ねこれ運営は若干まあ分かってるんだけどちょっと問題視してるようなとこがあって、ちょっとね今回そのあたりがねやりにくくは若干なってくるかなと思います。まあやりにくくはなるんだけど、まあできるんでまあいいかなとは思いますけども。そしてイベントステージあります。今回はですね日本各地のこの温泉編ということで、妖怪温泉、超妖怪温泉、そして極妖怪温泉とね3つの難易度のマップが用意されてきます。まあいつも思うんですけども、これってなんか3つの難易度ね用意する必要があるのかなとは思うんだよね。まあ初心者、今回のイベントから始めたという人でも、まあ特殊能力持ちキャラとかねうまく入手して、まあ、リスマラやったりすれば特にね5区でも難しいってことはないんで、まあでも3つあれば3倍楽しめるんで、まあ嬉しいって言えば嬉しいけどね。そしてこの間ではね特殊ルールがあります。クリスタルの間では攻撃力アップが無効、出現時間は30分、異次元の間では HP 回復ダウン、出現時間は2時間、そしてご褒美の間ではフィーバー上昇率がダウン、出現時間は2時間。まあこのあたりのねなんか条件がついてくるのは基本的にはね踏襲してきます。結構ねこれがいやらしいんだよね。このあたりを攻略していくことがこのイベントのポイントだよね。で気になるコマカーちゃんの強さなんですけども、まあステージレベル1から7まであって、まあ HP 攻撃力がねだんだん強くなってきます。特にこのポイントなのがレベル6そして7だよね。もう7なんてさ、何この HP91 万4000っていうね、そして攻撃が597なんで超やばいですね。もうここははっきり言って特殊能力持ちキャラがないと厳しい。まあでもね Y ポイント交換でゲットできる特殊能力持ちキャラもねあるんで、まあそこをうまく使っていけば、まああまり Y ポイントない人でも、まあ無課金でもなんとかなるかなと思います。パンツかぶってワイポ稼ぎ、なんだよパンツかぶってって。これなんですけども、30分間 Y ポイント2倍のアイテムっていうのがあって、それを使ってご褒美の間を周回するとむっちゃね Y ポイントが稼げます。まあ現在ねあるのは、まあ、リモコンゲタ、そしてメローラのパンツ、アップルパイ、まあ今回ね新たにねもしかしたら追加される可能性もあります。楽しみだよね。もうそろそろねパンツかぶりすぎてなくなってきたんだよ。で今回のイベントのね攻略ポイントなんですけども、ステージをクリアしてもパーティーの HP は回復しません。減った HP は時間経過や友達からのお助け、専用アイテム漢方を使うことで回復します。 HP が0の状態から最大まで回復するのに5時間かかります。まあこのあたりはおはじきと同じような感じかな。なのでやはりフレンドとのお助けがね非常に重要になってくる。このあたりも初心者には非常に優しくて結構ねみんなでワイワイ楽しめるんで、今回のイベントも激アツになること間違いなしです。特殊能力持ち妖怪が攻略の鍵です。メインのこのダメージアップキャラは10倍、そしてダメージアップ6倍、ダメージダウンとねきますよ。まあこのあたりはおはじきと同じような感じで、特殊能力持ちキャラがむっちゃ強いんで、もう他のキャラが誤差みたいに感じるっていうね。ゲーム連動、まあ今回のねイベント、まあダブルイベントみたいな感じにはなると思うんですけども、妖怪ウォッチ4との連動イベントがねあるということがコロコロコミックの方で告知がありました。まあ妖怪ウォッチ4自体の発売がまあちょっと6月20日に延期になったんで、まあイベントまで延期になるかっていうのがねちょっと気にはなるところなんですけども、特にイベント延期するというような案内は来てないので、おそらくね予定通りやるんじゃないかなと思います。白クマがプニプニに登場、人間の赤ちゃんに取り付いて悪魔的なわがままを次から次に連発する妖怪、お母さんの白クママに怒られると泣く、でもママ大好きということで、このむっちゃ可愛いキャラですよ。まあこの白クマがねプニプニに登場、本来は妖怪ウォッチの発売に合わせてまあ連動スタートするはずだったんですけども、まあ、ウォッチがねちょっと伸びたんで、まあ、どうなるのか。イベント内容の方なんですが、実はですね妖怪ウォッチ3の発売の時もプニプニ連動イベントありました。卵の黄身がプニプニに登場ということで、あれですよ、今でもあるよね、郵便におそらくみんな溢れているあの卵の黄身、代々卵によって子孫を残す王家の姫君、
本当はとっくに殻離れしていないといけない年頃だが、未だに生まれた時の卵の殻を手放さないということで、この卵の黄身 S ランク妖怪、卵の黄身を使って特別なステージでバトルする、そして勝利に勝った時の秘密のワードをね、妖怪ウォッチ3のすき焼きの方でも入力してやると、妖怪ウォッチ3でもプレイできてしまうという、まあ連動イベントなんですけども、まあこれはね、まあ、妖怪ウォッチ4が遅れたからといって遅らせる理由もないので、まあ、宣伝がてら先行で来るんじゃないの。しかもこれイベントの特殊能力持ちキャラになるんじゃないのっていうね、ちょっとね気はしています。プニプニとはね直接関係ないんですけど、もう一個ね気になる話題があります。スマートポテトチップス、ポテチが食べられるタッチペンっていうのがね出るんですよ。これ待ってましたよ。2010年に発売されたポテトチップス専用マジックハンド、ポテチの手の令和バージョン、なんとポテチをつまむマジックハンドの反対側がタッチペンになっているということで、そう、時代はスマホなんですよ。これすごくないですか。このポテトを食べながらスマホのゲームやるよね。僕もやります。だけどさ、こう手が油になるんで汚れちゃうんだよ。だからいちいちこう拭いたりしてからやるんですけども、めんどくさいということで、このポテチのマジックハンド発売されました。これ今まであったんです。それに反対側にタッチペンがついたってことで、こう持ち替えなくてもそのままさプニプニができてしまう。これよくね。これね、ちょっとね僕買おうかなと思ってます。こちらカルビーとね、タカラトミーアーツとのコラボということで、薄塩味、海苔塩味、コンソメパンチ味、ピザポテト味の4種類のパッケージから選べる。発売はですね、ちょっと先で6月29日の土曜日、価格は各1280円、 Amazon だとね1000円ぐらいでした。ということでちょっとね早速 Amazon でねポチっていきたいなと思います。今ちょっと迷ってるのはね、味だよね。どうする、これ薄塩かコンソメパンチか、いやピザポテトもね捨てがたい。どうしよう、もう全部買っちゃうかもしれない。ちょっとねどうするどうする。ということでちょっとどうでもいい話もしましたけども、次のイベント、皆さんはねどんなイベントになると思いますでしょうか。コメント欄で教えてください。